サムライ塾のことです。こちらの動画ではですね、私が講師登録をさせていただいているですね、有限会社アドニスさん、まあ、こちらになります。はい。のチラシが完成しましたんでね、僕の講演のね、チラシが完成しましたんで、そちらのお話をしております。はい。では、いきますね。まず、こちらのですね、チラシに関しては、アドニスさんのホームページからですね、誰でも無料でダウンロードできるようになっておりますからね、興味持った方は、ぜひ、アドニスさんのホームページ行っていただいて、ダウンロードしてみてください。はい。で、この動画のね、下の方にリンク貼っておきますから、ね、アドニスさんのね、ホームページの方、リンク貼っておきますんで、そちらの方、ポスッと押していただくとね、まあ、こちらのページの方に、これがダウンロードできるページの方に飛ぶということでね、ダウンロードしてください。はい。では、次ですね。じゃあですね、この動画では何をお話しするのかというとですね、まあ、講師の立場として、ね、この講座の特徴ですね、どこを重視してやっていくのかなっていうね、特徴です。それをね、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。まずですね、まず時間から喋ります。この企画はですね、180分になります。3時間です。ちょっと長めなんですね。普通2時間ぐらいですね、講演というのはね。これ3時間ぐらいを想定しております。はい。で、なんでかという話をね、これから内容とともに喋っていくんですが、はい。それはこういうことです。はい。まずですね、簿記の基礎講座ということでやるんですが、特徴として、簿記はもちろんしっかりやりますよ。簿記はしっかり2時間ぐらいかけてやるんですが、それ以外に、残り1時間でですね、軽減税率制度とインボイス制度の解説をします。これですね、特徴があるのは。で、特にインボイスです。インボイスです。ね。うん。これを、たっぷりとね、お話をさせていただこうとは思っております。ね。で、簿記とですね、インボイス。これをですね、しっかりと説明するセミナー、講演というのは多分ないと思います。触りは説明する講演はいっぱいあると思うんですよ。触りね。簿記とインボイスをサラサラと。触りだけ、説明するっていうやつはいっぱいあると思うんですが、簿記とインボイスをしっかりと説明するっていうやつはないと思います。したがって、イメージとしてはですね、簿記を全く知らないという方、インボイスも全く知らないという方がですね、こちらのセミナーに参加されて、そして3時間講演終わって、セミナー終わってですね、ドアを開けて帰るときにですね、会場を後にするときに、簿記もインボイスもエッセンスはもう完璧に分かったという状態で帰れるっていうセミナーになるんですけどね、こちらのセミナーはね。はい、そういったセミナー多分ないと思います。ね、だから僕、触りじゃありません。しっかりやります。簿記とね、インボイスね、しっかりやります。はい。そういったことでね、時間的には3時間ということになるんですよ。ね。まあ、2時間じゃ無理ですね。2時間の場合、簿記しかできません。ね。簿記もちょっと怪しいかなって感じになっちゃいますけどね。うん。ということでね、インボイスと簿記ですね。両方含めたもので、まあ、3時間と、ね、いう企画になっております。ね。はい。では、次ですね。じゃあ、どういった方がね、対象者として、まあ、いいのかなっていうね、受けてほしいのかなっていう感じで、書かれたところなんですけど、丸ポチ1個目です。簿記の基礎の基礎から学びたい方ですね。はい。これ、僕の特技中の特技です。最も得意なところです。ね。僕自身がね、日商簿記検定試験の1級、2級、3級の講師をずっと、まあ、約30年近くやってますからね、簿記の入門の入門、全くわからないと。簿記初心者ですという方にずっと30年近く教えてきましたから。ね。これが一番得意です、僕。ね。全く知らない。大還元です。予備知識ちょっとないんですけど大丈夫ですから全然 OK です。任せてください。そこはね。はい。ということで、全く簿記知らなくても全然 OK ですからね。そういった方が一番ね、いいと思います。ね。で、丸ポジ二つ目ですね。経理、業務の基礎を再確認したい方ということでね。こういう方も結構多いんですね。どういうことかというとですね、まあ、とりあえず経理の方に就職しました。業務の方に携わるようになりました。そして、先輩にですね、あれやれ、これやれ、これ打て、これ書け、つってね、言われるがまま、はいはい、つってね、なんだかよくわかんないけど、はいはい、つってやってました。で、5年、10年経っちゃった。とりあえず仕事はできるようになったんだけど、何やってかさっぱりわかんねえと。ね、いう方多いんですよね。うん。それは、ちゃんと勉強したことないからそういうことになっちゃうんですけどね。はい。そこで、僕のね、この基礎の基礎のセミナーですね。簿記の基礎の基礎。セミナーを受けますとね、ああ、なるほど、先生。そういう理由で、
今まで私はこの処理やってたんですね。こういう理由でこういう決算書、こうやって作ってたんですね。だからこうだったんですね。っていうのがね、わかるんですね。目から鱗が落ちましたっていうね、ご感想がすごく多いんですよ。僕のセミナーを受けた後の方ね、再確認したい方っていう方でね、要するに経験者の方はね。はい。ということで、そういった方もね、大歓迎になります。で、マルポチ3つ目はさっきお話しましたから、ちょっと増しまして、マルポチ4つ目に行きましょう。営業、販売担当者や経営者もということなんですけど、これですね、営業マン、経営者って経験したことある人じゃないと、なかなかその人の立場に立ったトークってできないんですよね。うん、つまり、物を売ったことがない人は、営業マンとか経営者の立場からは考えることできないんですよ。ね。しかしですね、僕は2004年2月17日に独立したんですけどね。うん。そこから約16年間、僕は自分でですね、商売やってます。ね。自分自身が経営者であるし、営業マンです。ね。したがって、ね。ゼロからね。人なし、金なし、金なしで僕はスタートしましたからね。資本金10万円でスタートして、まあ、16年間商売やってるんですが、今も一人でやってますが、ね。そういったね、経験があります。したがって、営業マンとかですね、経営者の方も、ね。多分僕のトークを聞くとですね、腑に落ちるところがいっぱいあると思います。そうなんだよね、みたいなね。うん。経営者ってそうなんだよね、つって。営業マンってそうですよね。物を売るときってそうなんですよ、みたいなね。あ、なるほど。こうやって簿記って活用するんだ、みたいなね。うん。経営者、営業マンの立場としてのトークも僕できますからね。そういったものをちょろちょろとね、お話しすることが可能です。3時間もありますからね。はい。ということで、そういった営業マンとか経営者の方もね、僕のこの3時間のね、セミナー、講演にはマッチするかなというふうに思います。はい。ということでね、今特徴をねちょっとお話をしてきましたね。講義の内容とかここに詳しく書いてありますからね、またダウンロードしていただいてね、見ていただくといいと思います。はい。では最後にですね、こちらのですね、講演、セミナーをですね、ちょっと企画したいなっつってね、思った方ですね、特に商工会員所とか商工会とかですね、あと実業団体のですね、経営指導員の方とかね、まあセミナー担当者の方ですね、企画者です。はい。そういった方はですね、ぜひぜひね、このアドニスさんの方にね、ご連絡をしていただくとですね、お問い合わせをね、していただくとね、いいと思います。ね。まあ、後藤道夫もね、講師として呼びたいんだけど、つってね、言っていただく。このチラシ見てね、後藤道夫のね、この3時間のやつ、ちょっと企画したいんですよ、つってね、自分のね、会員さんの方でもインボイスの命の知らなくてね、ちょっと今ね、将来的にまずいっていうことが、まだちょっと危機感がないんですよ、うちの会員さんは、つってね。で、そのね、危機感をね、ちょっとお話ししてほしい講師がちょうど探しててね、あ、これで見つかった、みたいなね、うん、インボイスをね、ちょっと説明してほしいと、ね、中小企業の社長にですね、という、セミナー担当者の方ですね。はい、こういった方は、ぜひぜひね、マッチしますからね、アドニスさんの方にお問い合わせをしてみてください。はい。OK ですかね。ではね、セミナー担当者の方、ね、私の方ね、講演の方をね、呼んでいただいたらですね、簿記のね、このアレルギーをね、払拭すると。ね、うん、いう熱い熱いね、簿記の講義をね、講演セミナーね、させていただきますからね、ぜひ、楽しみにしておいてください。ね、私もね、皆さんのね、元に講演をね、行かせていただくのがすごく楽しみにしております。はい。では以上です。じゃあ講演会堂でね、お会いしましょう。